はい、こんにちは、ちちちゃです。11月のイベント情報がすべて解禁されましたので、情報をまとめてイベントの対策も共有したいと思います。まずはイベント情報です。11月の3日17時からはジュラトドスウィークエンドが開催されます。ハンターランク11以上であれば、どなたでも沼地エリアでジュラトドスの出現率が増加します。また、このイベント期間中、全エリアで再出現までの時間が短くなります。日時は日本時間11月の3日金曜日17時から20時まで、11月の4日土曜日と11月5日の日曜日の13時から16時までです。全エリアでモンスターの再出現までの時間が短くなるという文言、読み取りが難しいですよね。これまで大きな公園のみ1時間ごとにモンスターが再ポップし直す仕様だったんですが、この期間中は公園以外でも1時間ポップということでしょうか。それとも20時とか16時とかの終了時間にモンスターがポップし直すことを指してるんでしょうか。それによってガチ勢の方はイベント時間中に選ぶルートが変わると思うので、事前にアナウンスがあれば嬉しいですよね。続きまして11月の10日17時からはクアリリからのスペシャルクエストが登場します。日時は日本時間11月の10日金曜日17時から11月の12日の日曜日16時までです。ハンターランク11以上であれば期間限定のイベントクエストが出現し、このクエストをクリアすることで装備の強化に必要な接着炉あり、上流骨などの採取アイテム、そしてゼニーを獲得することができます。接着炉ありや上流骨は大きな採取ポイントからしか入手できないので、私もね全然足りてなくてめちゃくちゃ嬉しいです。またゼニーも入手できるとのことなので、こちらも楽しみですよね。クエストの内容は明かされてはいませんが、おそらくハロウィンなどと同じく大型モンスターを狩猟するだとか、採取から得られる特別なアイテムを集めるなどになるのではないかなと思います。開催期間がね少し短めなので、そちらだけ注意してください。続きまして11月の17日金曜日の17時からはレイギエナウィークエンドが開催されます。日時は日本時間11月17日の金曜日17時から20時と11月の18日土曜日、11月19日の日曜日の13時から16時までです。こちらもハンターランク11以上であれば、どなたでも沼地エリアでのレイギエナの出現率が増加します。こちらもイベント期間中、全エリアで再出現までの時間が短くなるそうです。沼地イベントが続きますよね。レイギエナの素材が足りないというお声はよく聞くので、このイベント嬉しいハンターさんが多いのではないでしょうか。この後に来るディアブロスイベントのためにも、ここでレイギエナの武器を一気に育てておきたいです。最後に11月の20日からは砂漠の方向ディアブロスが開催されます。この週はディアブロス亜種が再登場します。そして週末に特別な狩人メダルがもらえる期間限定のスペシャルクエストが配信されるほか、一定時間ディアブロスとディアブロス亜種が普段より多く出現します。これちょっとややこしいんですが、まず11月の20日の月曜日の朝の9時から11月の26日の日曜日の16時までメインクエストのチャプター11をクリアして、ディアブロスの狩猟が解放されているハンターさんは砂漠エリアにディアブロス亜種が低確率で出現します。そして11月の24日金曜日の17時から20時と11月の25日26日土日の13時から16時までの間、この期間は砂漠エリアでディアブロスとディアブロス亜種が大量発生します。さらに全エリアのモンスターの再出現までの時間が短くなります。リオレウス亜種のイベントと同じくしばらくは低確率でディアブロス亜種が登場し、24日、25日、26日の3時間に関してはディアブロス亜種がたくさん出るというような認識で大丈夫かと思います。このディアブロス亜種は復刻イベントです。ディアブロス亜種の装備は弓ですと腕が特に強いので、私はグレード6にしたいなと思ってます。またスペシャルクエストでゼニーが稼げそうっていうのも嬉しいですよね。記念に特別な狩人メダルも忘れずにゲットしたいです。以上、イベント情報でした。続きまして、今できるイベント対策です。まず、11月の3日までに、ハンターランクを11に上げておきたいです。ハンターランクが11になっていないと、ジュラトドスウィークエンドとレイギーナウィークエンドに参加することができません。また、11月20日の朝の9時までには、メインクエストのチャプター11までクリアしておきたいです。こちらをクリアすることで、ディアブロスとディアブロスアシュのイベントに参加することができます。こちらのね、クエストに参加するためには、ディアブロスの討伐がどうしても必要になってしまうので、ちょっとね、難易度高いんですが、ディアブロス対策のレイギーナ大量発生もありますので、それまでに整えておきたいですよね。それでは、それぞれのイベント対策、詳しくお話ししていきます。まず、ジュラトドスウィークエンド。ジュラトドスの弱点属性が雷なので、属性を育てている方は、この機会に雷属性の武器を中心に育てるといいかなと思います。雷属性のライトボウガン装備に関しましては、こちらの動画で解説しておりますので、ぜひご覧ください。ただ、注意点としましては、12月におそらく登場するであろうジンオーガから作成できる武器が、雷属性だと思うので、飛びかかちの武器7号まで育てる分にはほぼ損はないんですが、龍玉のかけらや武器の精錬剤を使用する81からは育成するかどうか検討された方がいいかなと思います。また、実はジュラトドスは水属性も有効です。ジュラトドス狩猟開始時は泥をまとっていて硬いんですが、水属性の武器で攻撃をすることで泥を剥がし柔らかくすることができるんですよね。なのでマルチプレイにおいては水属性を担ぐというのも全然ありです。水属性のライトボウガン装備に関してはこちらの動画で解説しておりますので、ぜひご覧ください。私は水属性ライトボウガンを育ててます。続きまして、レイギエナウィークエンド対策です。レイギエナの弱点属性は火属性なので、属性を育てているという方は、この機会に火属性の武器を中心に育てると良いかと思います。特にリオレウス系の武器はどの武器もかなり優秀なので、育成しておいて損はないと私は思っております。火属性のライトボウガン装備に関しましては、近々投稿予定です。少々お時間いただきますが、お待ちいただければと思います。現在私、リオレウスのライトボウガン、グレード9の3まで育てていますが、レイギエナウィークエンドまでにできればグレード10まで頑張りたいと思います。最後に、ディアブロスアシュの復刻イベント対策です。直近で開催されるレイギエナウィークエンドで素材を入手し、氷属性の武器を育てるというのが一番無難かなと思います。ただしハンマーに関しては現状氷属性の武器がないんですよね。あとリオレイやアシュの素材がたくさんあるという方は、リオレイやアシュの弓が龍属性なので、こちらを強化するために龍玉のかけらを集めるというのもありかなと思います。以上、イベント対策でした。最後に軽く予想なんですが、私予想としましてはリオレウスアシュのイベントが来るんじゃないかなと思ってましたが、やはり辰年のお正月イベントに来るんでしょうか。モンスターハンターのモンスターは全大型モンスター抗議で竜なので、全てのモンスターが辰年にふさわしいモンスターなんですが、個人的にはリオレウスこそ竜というイメージがあるので、お正月イベントにリオレウスアシュが来てくれたら嬉しいなと私は思っております。ということで今回は全て解禁されました11月のイベント情報をまとめて共有しました。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またどんどんモンハンナウの動画投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またね。